はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、久しぶりにカメラのネタを話そうと思います。昨日土曜日、私は秋葉に行ってきました。秋葉に、まあ写真撮影に行ったわけじゃないんですけど、まあその最中ですね、カメラを持って街中を練り歩いてですね、で、まあカメラをぶん回してきたと。6100万画素のね、 α7R4 を1台、そしてレンズも1本。レンズはね、これ見てわかりますか？レンズはですね、 14mmF1.8 のね、私が今一番気に入っているシャープなレンズ、まあ、これで秋葉のごちゃごちゃを広角で収めると、まあ、どんな感じになるのかなということが、まあ、興味があってですね、で行ってきて、まあ、撮ってきた画像がこちらです。はい、まあ、ちょうどね、もう日も傾いて、西日が差し込んで、それがこう反射してですね、ディフレクションして、このなんかこうビルのね、建造物がオレンジ色に輝く、まあちょうどいい時間帯だったんじゃないかなって思います。まあ、もちろんね、このあと、夜になるとね、また表情をガラッと変えて、まあ、それはそれできらびやかな夜の秋葉の街になるんですけど、まあ、とにかくですね、まあ、久しぶりにカメラを使って、この R4 ですね、 α7R4 の6100万画素と、でこの 14mm のね、まあ、手持ちで今回撮りましたが、まあ、この組み合わせがね、いかにまあこういう写真に向いてるのかとか、あとね、 14mm で街中を切り取るのはね、まあ、結構難しいなということも感じましたんで、まあ、そういった話をね、3つか4つか、はい、作例撮ってきましたんで、それを見ながらですね、お話ししていきたいと思います。はい、まずね、これ今散々ご覧いただいているこちら、こちらもね、 14mm で撮りました。で、 14mm でこういう街中を撮るとですね、引いて撮るとですね、どうなるかっていうと、こうハの字にね、このように 上がこうすぼまるような、はい、そういう絵になります。ですので、後からこれ デタッチしてるんですけど、 Adobe の Photoshop で、まあ、その歪み補正っていうのは、まあ、なるべくね、なるべくハの字がこう歯にならないようにっていうことで、まあ、そういうレタッチ等をしています。はい、それがねこちらになります。まあ、多分ね、手ぶれはしてないと思うんですけど、このようにね、拡大クリックしていくと、まあ、やはりですね、もう全然こう安心して隅の方が見れると、ね、全く色収差ないですし、で、まあ、色がぼやける、解像がぼやけるようなことも一切ない。もうあるとしたら、まあ、唯一撮影者の手ぶれとかね、被写体ぶれとか、そういったものになってくるのかなというところですね。はい。で、まあ、こういうね、看板の細かいディテールとかもしっかりもう文字が読めるんですよね。まあ、そのあたりも、まあ、素晴らしいなと思います。今日のね、この動画もですね、 4K でお届けしておりますんで、まあ、この改造ね、この組み合わせ R4 と 14mm1.8 か、うん、の組み合わせが気になる方は、ぜひね、 4K の大画面でご視聴いただけたらと思います。はい、まあ、こんな感じでですね、街中が、まあ、ちょうどいいぐらいの時間帯で、まあ、スナップをするとですね、まあ、こんな感じで撮れるんだよということで、まあ、参考にしていただけたらなと思います。この 14mm っていうのはね、まあ、14mm というか、その焦点距離って一般的にはね、まあ、これ天体写真でもそうなんですけど、望遠になればなるほど、まあ、例えば天体だったら 1000mm、2000mm とか 3000mm とか伸びていけばいくほど対象数は増えるんですよね。まあ、当然ですよね。細かいなんかこうちっちゃい銀河とか、そういったものもクローズアップできるから、はい、まあ、対象数増えます。で、代わりにですね、逆にですね、広角になればなるほど、もう撮るものがなくなってくるんですね。もうこの定番構図、この秋葉のこの交差点のここでしかこの 14mm は使えませんとかね、まあ、そういうことになってきます。そういうことも考えると、まあ、全体を引きで収めるようなカットっていうのは、まあ、広角は非常にこう難しいのかなって思います。まあ、ただですね、まあ、よくありがちですが、まあ、超広角で寄っていって、人物によってその遠近感を出したりとか、まあ、そういう表現はね、まあ、いくらでも、はい、アレンジが効くんで、まあ、超広角もね、私も、まあ、ジンバルの移動映像っていう、まあ、そういう路線で今までね、超広角レンズと向き合ってきましたが、まあ、超広角のね、上手な使い方みたいなものも、まあ、今後ちょっと現場でね、ちょっとずつ勉強していこうかなっていうふうに思います。まあ、私はまだまだね、そういうスチール写真の使いこなしの発想みたいなものがないもんですから、まあ、なので、まあ、普通にね、まあ、こうやって円形を 14mm で収まる、うん、収まりのいい絵を、
まあ、シチュエーションを選んで、そこでパシャって押して、はい、という感じです。はい、こちらがね、まあ、まず1枚目の画像になります。で、2枚目の画像はですね、秋葉といえばやっぱり、ヨドバシの、これ今、ヨドバシの手前のところですね、交差点があります。はい、こちら、まあ、これまだ昼間の日が高い時ですかね。日が高いって言っても、もうだいぶね、太陽の高度が、南中高度がね、低くなってきてるんで、冬の昼間の、太陽ってかなりほら、傾いて、ちょっとこう、ウォームな感じ。夏の感じとは違いますよね。はい、そういった様子、が、まあ、ある程度こう出せたんじゃないかなって思います。太陽高度が低いと、斜めから光が差し込むんで、まあ、陰影がつきやすかったりとか。なので、まあ、見方によってはですね、まあ、これからの冬の時期っていうのはね、まあ、非常にこう、フォトジェニックな、光を生かした、明暗を生かした撮影ができるんかなっていうふうに思いますね。で、人物はね、やっぱりこう、明るく見せたくないですし、まあ、このように、まあ、コントラスト、で、まあ、シャドウ側の方にね、はい、調整して。で、まあ、適正というか、この青空の方に、まあ、露出というか明るさを合わせて、シャッターを切りました。はい。まあ、それがね、まあ、このような形になります。はい。まあ、これもね、ちょっと拡大して見ていきましょう。円形にある、こういうビルですね。はい。かなり今ね、これ拡大してますけどね、すごいですね。すごく細かく映ってるのがお分かりでしょうか。はい、こんな感じで、ビルのね、細かい細部とか、あと葉っぱの一枚一枚がですね、まあ、しっかり分離しているということがお分かりかと思います。はい。まあ、まあ、なんともないカットですけどね、まあ、こういう描写が、ね、日中、まあ、夜とかだとまた感度の問題とかになってくるんでしょうけど、手持ちとかではちょっと難しくなってくるんでしょうけど、はい。まあ、ですが、まあ、このようなね、R4 を使えば、昼間だったらね、高精細な写真が撮れるということを感じました。はい、これが2枚目です。で、3枚目がこちら。はい、こちらもヨドバシですね。はい、実はですね、まあ、写真撮影に行ったというよりもね、まあ、秋葉のヨドバシで知り合いに会ってきたということで、まあ、非常にこう楽しいひとときをね、過ごしてきました。久しぶりですね、本当にね。なかなか人と会うということが、まあ、皆さんも含めてですけど、なかっただけに、まあ、今回ね、まあ、今年もね、もうすぐ終わっちゃうんで、まあ、よかったかなっていうふうに思っております。はい。で、秋葉のヨドバシでですね、買い物まではしなかったんですが、まあ、いろいろこう、ショッピングというかね、はい、楽しんできました。うん、まあ、いろんなね、見どころがいっぱいあって、まあ、最近の各社のね、実機を触ったりとか、で、いろんな各社の実機を触ることによって、このカメラね、α7 というか、まあ、ソニーの E マウントのカメラって、やっぱりコンパクトで軽量なんだなっていうことを再認識しましたね。はい。まあ、別にソニーが一番って言ってるわけじゃなくて、ニコンのね、Z9 はまあ、まだ展示ないですけど、D6 っていうカメラ、あれもうほんとかっこいいですね。縦横ってさ、あれポートレートとかで、レディーズの歯切れのいいね、シャキシャキの音、うん、あれがテンポでポートレートとか撮ったら、自分もどんどん乗ってきますし、自分が乗ってくると、まあ、被写体というかモデルさんとかも乗ってくるし、いや、ああいうのはね、もう本当にいいなっていうふうに思いました。かっこいいですしね。Z9 にも期待しています。はい。まあ私はね、まあ、今後もね、ソニー使っていきますけどね。はい。Z9 は、どんどんね、成功していただきたいなっていうふうに、願っております。はい。で、ところで、これね、この写真も、こちらのね、R4 と 14.1.8 で、捉えました。もっとね、いろいろ撮ってるんですけど、まあやっぱりね、この 14mm でね、まあそれなりに、まあちゃんと収まるっていう場面がね、なかなかやっぱないんでね。はい。ですので、まあ、今回ね、とりあえず3枚お見せするという形で、まあ、これが3枚目になります。で、やっぱりね、拡大していくと、どうなんでしょうね、ブレてないかな、まあ、おそらくブレてないと思うんだけど、まあ、ほんのちょっとこうブレたりとか、シャッタースピードが遅かったりとかすると、まあ、もうすぐね、その6100万画素が、まあ、実行4000万画素とか、下手したらね、もう2500万画素とか、一気に解像が落ちてしまうんで、まあやっぱりね、ブレは大敵ということで、まあできれば三脚使うのがいいんでしょうけどね。はい。まあただ日中なんで、まあ今回は手持ちで通しました。まあこれがね、夜間とかになるともう全く無理なんで、無理なんでね、まあで感度上げるとノイズが出てくるしね、このカメラね。はい。
まあ、かといってね、α7S3 でじゃあ感度上げたらどうなのかって言ったら、まあ画素数もともと少ないですし、まあ、この間もね、何ヶ月か前も α7S3 と R4 のね、まあ、夜の高感度比較みたいなのやりましたよね。はい。まあ、やっぱりね、まあ、結論として素写真は、まあ、何を撮ったとしても、まあ、この R4 が勝るのかなってトータルでね思います。でビデオはもう何をやってもね R4 っていうのは S3 に勝てないと、まあ、そういう住み分けがしっかりできていて、で、まあ、今日本では出てないのかな、あの無印のね α7-4 でしたっけ、あれはどういう、まあ、その中間のポジションになるん で私はもう両端を持っているから、ビデオ特化機とスチル特化機持ってるから、その中間っていうのは買わないかなっていうふうに思っているんですけど、はい。まあ、とにかくですね、この R4 をどんどん愛用していこうかなということを思っております。ちょっと大画面でねお見せすると、はい、こんな感じ、あ、こんな感じですね。はい、こんな感じで撮りました。はい、まあね、本当はあの別に大したものではないんですけどね、まあ、都会の方からしたらね、こんなあのありふれた光景ですし、でも私からするとですね、まあ、やっぱり都会に行くとですね、もう全然人の数も違いますし、名古屋とね、はい、もう何もかもがやっぱり、まあ、東京にねちょっと憧れがあるというか、はい、またね東京頻度よく行こうかなっていうふうに思ってますんで、まあ、その時はねまたお会いすることがありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。はい、まあ、最後にね私のこの機材をねお見せしておくと、はい、ちょっとアンダーになっちゃってますけどね、 G マスターのこのオレンジのロゴと、ボディのねこの R のね、まあ、これは赤色のロゴですね。はい、これが非常にこうマッチした、でかつこんなにねシャープな、撮影システムなのに、まあ、非常にこう小ぶりであるという、まあ、理想的な、私としてはね、まあ、どんどん使っていきたいんですけど、まあ、ただ 14mm ってそんなにね使う場面がないんでということで、まあ、でもね今回は、これで撮ってきました。はい、まあ、近々ですね 50-1.2 なんかねもし手に入れたらね、まあ、それでまたストリートを撮ったりとか、まあ、いろんな楽しみ方をね今後、はい、また発信していきたいと思います。最近ねちょっとあの本当にねこう仕事の方が忙しくて、まあ、こういうね商品の、まあ、登録したりとか、あと何ですか動画作ったりとか、いわゆるその仕事的なところで追われてしまって、私もねかなり疲労してたんですよ。でその時にね私何を思ってたかっていうと、まあ、こうやって自宅で仕事しながら、ああもういい加減早く撮影したいということを思ってました。まあ、今回は素中写真だったんだけど、まあ、できればね今一番やっぱりやりたいのはビデオ撮影ですね。ジンバルのビデオ撮影、映像作品をまた作りたいなっていうふうに思います。まあ、あとはねタイムラプスですね。タイムラプスはまあ初のチャレンジということで、うちのジーポンスライダーで早くそれやってみたいなっていうふうに思います。まあ、とにかくですね、まあ、経験を増やして、まあ、撮影を楽しみ、そこで楽しい、面白い、感動したとか、そういう情報をですねなるべくピュアに発信していこうと思っておりますので、今後もですねぜひね、この、なんですかよっちゃん宇宙カメラ雑学団ね、はい、まあ、お付き合いいただけたらと思います。はい、そんなわけでね、まあ、本日は秋葉に行ってきましたと。でそこでね6100万画素のカメラ、分回してきましたと。はい、まあ、お粗末なこう3枚の、はい、画像になりますが、ご覧いただきました。はい、そんなわけで本日は以上です。ありがとうございました。庭にさカマキリがいるって本当？うん、自分見たことないから。卵はあったね。え、本当卵あんの？うん、まあ、本当でっか。へえ、本当？ブンブン飛んでるけど、うわ、本当の蜂みたい。で、カマキリ